かね、巷で、ね、背中に絵を描くのが流行っているらしいんですよ。まあ、よくたまに見ますね。そうそうそう、はい、なんか全然伝わらないんだって、うんうんうん、私それをね、うん、めちゃくちゃやってみたくて、おおそう、背中お絵描きゲームをやりたい。はい、だから私絶対書けると思うのよ。何が書かれてるか分かる、分かると思うの。そうだからちょっと一発目やってみたい。はい、はい、あーちょっと待って、はい、ちょっと初めてやるから、初めてだから、あ待って、初めて、ちょっと初めてのやる、あやま優しくしてあげるから、あーちょっと優しくないから伝わらないから、筆圧が激しめで、これしかないんじゃないかと、うん、じゃあ、はい、タマコの作品、タマコの作品、はい、どうぞこちらですねこういう角度ですねどういう角度、どういうもの、逆これ何、あれ逆か、え何、こうか、あでもそういうこと、あこうか、どうこれはあれだよね、まあ要は金玉と棒でチンコですよねえ違うの、全然違います、違う、全然違います、それ以外なくない、うん、全然違います、何、正解はこちら、あじゃーん、なんだかわかります、いやもうこれはわかるよ、さすがにこれ見たらもうわかるよ、なんですか、えあれですよね、あの器具ですよね違う、何、違うの、違うの、
ことだっけ、うんうん、自慢の自慢、うん、おっぱい深い、うわー、マジで、え、でもわ、あ、でも分かってるじゃん、こうやって見れちゃう、いやでも私あの感度いいから、あー確かにそれは間違いない、そうね、何か感動の良さでも分かっちゃう、分かっちゃう、絶対分かった、みんな分かっちゃう、分かっちゃう、玉子がね、はい、野田ちゃんのおっぱいに、マジかよ、あ、怖っ、おっぱいがどうなった、じゃあ1曲目いきます、はい、はい、これみんなで遊んでほしいなと思います。はい、じゃあ、はい、乾杯。